するキャラクターが決まったら、チーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと、君の分身をキャラクターが決まる。このチームで戦うならチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動する。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦争開始。敵が現れた。準備はいいか。アタックエリアでは攻撃するキャラクターのバトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。バトルアプリ効果発動。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。君の勝ちだ。ガード成功。仲間のアビリティ発動だ。アビリティ発動。ラウンド2。サポートエリアでは敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ合体モード突入。メインを幕の中に入れるんだ。アルティメットユニットチャンス。光っているカードを枠のリーダーをエリアに置くんだ。はい。メンバーをエリアに置くんだ。よし。ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。仲間のアビリティ発動だ。ロックオンモード突入。カードを動かして仲間のアビリティ発動が必要の成果。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。
いだったぞ。己のプライド一つ守れん負け犬に俺が負けるか。これが今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。いいスコアだ。アイテムゲットだ。バトルアプリ発見。もうこのラウンドのバトルアプリが一変みてえだ。このバトル出たバトルアプリが経験値に。あったバトルアプリを捨てたも経験値アップだ。仲間との友情があったか。バトルアプリのチームボーナス効果で友情パワーがアップしたぞ。運河スーパービッグボーナスの経験値がアップしたぞ。フルマラソン